ペーパークリップ作戦で渡米したドイツ人科学者たち。最前列右から7番目のポケットに手を入れている人物がフォン・ブラウン博士、フォートブリスにて。ペーパークリップ作戦は第二次世界大戦末から終戦直後にかけてアメリカ軍がドイツ人の優秀な科学者をドイツからアメリカに連行した一連の作戦のコード名である。 ペーパークリップ計画とも呼ばれる。1945年、統合参謀本部に統合長報対象局が設けられ、この作戦に関する直接的な責任が与えられた。ドイツ軍需産業界は長期戦に対する準備ができていなかったために、独祖戦の長期化とアメリカの参戦が続き、戦略上不利な立場に立たされた。そこで、ドイツは、 兵器の研究開発に生かすことができる技術を持つ科学者と技術者を前線部隊から呼び戻す取り組みを1943年春から開始した。それ以前は科学者や技術者の徴兵猶予の制度は存在しなかった。博士号を持つ兵士は徹夜の保償任務から解放され、科学分野の修士号を持つ兵士は前線勤務から呼び戻され、数学者は 水事部隊から母国に呼び戻され、そして精密機械の設計者は軍用トラックの運転手であることをやめた。ディーター系フツェル科学者と技術者を前線から呼び戻すためには、最初にその人材を特定し、特に彼らの忠誠心を押し量るために、さらに追跡調査を必要とした。その調査結果は、国防研究団体代表のハノーファー大学の工学者、 ベルナー・オーゼンベルクによってまとめられた。これがオーゼンベルクリストである。1945年3月に、ポーランド人の実験助手はきちんと流されていない、トイレで細かく破られたオーゼンベルクリストの切れ端を見つけた。アメリカ軍の兵器開発部局である、アメリカ陸軍武器化とジェットエンジン開発部門の、ロンドン支部の責任者であったロバート・ビース・テーバー、少佐は、 尋問すべき、ドイツ人科学者のリストをまとめるためにオーゼンベルク、リストを用いた。ブラックリストはコード名であり、そのリストの筆頭には、ロケット工学者、ベルナーフォン・ブラウンの名前があった。ロケット工学者のみを尋問しようとする当初の計画は、1945年5月22日に、ステーバー・少佐が国防総省に緊急の外電を送った後、 太平洋戦争遂行のために、重要として、ドイツ人技術者とその家族を米国に避難させるように、変わった。また、その時同様に強く求められていたのは、ソビエト連邦に、ドイツ人技術者の持つノウハウを与えないことであった。アルソスミッションでは、ドイツの核エネルギー計画の頭脳であった、ベルナー・ハイゼンベルクは、彼の存在は我々にとって、 ドイツ軍10個手段より価値がある。とさえ言われた。ロケット工学と原子核物理学を専門とする科学者に加え、様々な連合軍のチームが、ドイツ人の科学船、軍事医学及び有望と兵器の専門家も探し出そうとしていた。アメリカ海軍は1945年5月に、ヘルベルト A ・バークナー博士を獲得していた。バークナー博士は、 最初にロングアイランドのニューヨークにあるマンションに住居を与えられ、1947年に海軍航空ステーションポイントマグーで雇用された。大部分の科学者は v にロケットと関係しており、ロケット技術者は最初にドイツバイエルン州ランツフートの住宅団地に彼らの家族と共に収容された。 オーバーキャスト作戦という一匿名称は1945年7月19日に統合参謀本部によって命名されたがランツフートの住宅が通称キャンプオーバーキャストと公然に使われていたため一匿名称をペーパークリップ作戦に変更された。1958年までにはペーパークリップ作戦の多くの側面が一般に知るところとなった。 同作戦については、フォン・ブラウンに関するタイム式時でも公然と言及されている。なお、連れて来られた科学者の中には、シューマン共鳴で広く、名を知られることになる、ビンフリート、オットー・シューマン博士も含まれる。フォン・ブラウンを筆頭とするロケット工学者チーム。写真中央右寄りの軍服の人物が、アメリカ陸軍弾道ミサイル局の責任者、ジョンビーメダリス少将。 フォン・ブラウンはメダリスの向かって左にいる。フォン・ブラウンのロケット工学者チームの議論の様子。机の向こう側、写真中央の人物がフォン・ブラウン。1945年8月の初めにアメリカ陸軍武器科のロケット開発部長であったオルガー・エヌと太い大佐はロケット工学者たちに最初の一年契約を申し入れた。127人の科学者は と太いが彼らの家族の面倒を見ることを約束した、あと、申し入れを受け入れた。対日戦が1945年8月に、終結したがその後もプロジェクトは継続され、同年9月に、最初のグループとして、ベルナー・フォン・ブラウン、エイリッヒ・ W ・ノイベルト・テオドール・エイ・ポッペル、アウグスト・シュルツ、エイバー・ハルト・ FM ・リース、 ビルヘルム・ユンゲルト及びバルター・シュビデッツキーの7人のロケット工学者がドイツからアメリカのフォートストロングに到着した。ロケット工学者たちは最終的にアメリカ陸軍省特別職員としてホワイトサンズ性能試験場でのロケット試験のためにテキサス州フォートブリスに到達した。1950年前半。 科学者たちはメキシコから合法的にアメリカに入国し、そこのアメリカ領事館でビザが発行されたが、この時若干のペーパークリップスペシャリストに法的身分が与えられ、あとの10年にわたって一部の科学者の戦時中の活動が調査された。アルトゥー・アルドルフは部位にロケット製造工場のあった。 ノルトハウゼンのドーラ強制収容所と関係し、ゲーリングの航空省航空医学研究所長、フーベルトゥス・シュトルクホルトは会場に不時着した、パイロットを助けるために、また、高高度を飛行する爆撃機パイロットに対する影響を研究する人体実験に関与していた。86人の航空学の専門家は、ライトフィールドに移され、それは、 ラスティ作戦の下で航空機その他の機材を特もした。アメリカ陸軍通信どころは24人の専門家を雇用した、物理学博士のゲオルク・ゴーバウ、ギュンター・グッドバイン、ゲオルグ・ハス、ホルスト・ケデスディ及びクルト・レフォフェック、物理科学者のルドルフ・ブリル教授、エルンスト・バールス博士及びエーバーハート・ボス博士、地球物理学博士のヘルムート・バイクマン、 技術工学博士のゲルハルト・シュベシンガー、そして、電子工学博士のエイドアルト・ゲルバー、リヒャルト・グエンターとハンス・スティーグラーを含んだ。アメリカ鉱山局は、1946年に、ミズーリ州ルイジアナの合成燃料工場で、7人の、ドイツの合成燃料科学者を雇用した。1959年に、フリードバルト・ヴィンターベルク、 ハンス・ドレザレークとフリードリヒ・ビガントを含む94人のペーパークリップ個人がアメリカに渡った。1990年までアメリカとイギリスはペーパークリップによって約100億ドルと評価される知的賠償を伴う合計1600人の辞任を得た。ありがとうございます。